妙が、ぼち妙が、ぼち妙が、ぼちとは、岐阜県美野地方中西部から西部にかけて初夏に見られる郷土菓子の一つ。小麦粉を主とする生地の中に空豆の餡が入り、妙がの葉で包んだ和菓子である。ぼちとは、餅の添加で、現地で団子を意味する方言である。ぼちの名称ながら、餅米を主原料とする餅菓子ではない。小麦粉を主として、 米粉を混ぜた粉に熱湯を加えて練り、生地の皮を作る。乾燥した空豆を水で戻した後に茹でて皮を除き、それに砂糖と少量の食塩を加えて練って、あんを作る。生地にあんを包み、さらに苗がの葉で巻き、蒸して作られる。種としては北方町など、元素郡、旧元素郡の地区で見られる菓子であるが、その他に、岐阜市内、大垣市内等でも見られる。元来は、 農家の各家庭でたうえ、小麦や大麦の刈り入れの時期である、農飯期の初夏に農作業の合間に作られて食べられた菓子である。その時期に小麦と空豆が収穫され、なおかつ苗ガの葉が入手しやすいことから作られたもので、本来は旬の食材、具材による家庭の菓子であった。現在、岐阜県美地方中西部、西部では各家庭で作られるほか、和菓子店で製造。 販売され、スーパーマーケットや農業共同組合の店舗でも市販されている。市販のものも、描画の葉が入手しやすい時期が初夏に限られるため、家庭で制されるものと同様、製造、販売は5月から6月の季節限定である。小学図書編、日本方言大辞典、P2204、小学館、1989年、養老軍、モト軍、 愛知県羽栗郡、ありがとうございます。